進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下の資産には推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で。青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。先は地下兵器開発。下へ参ります。ドアが閉まります。ったく、とんだとばっちりね。ウータイも姑息よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくる。大臣は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報に。落ち着いて、サナ。落ち着こう。私たち何しに来た？先輩、すまない。いいよ、ムカつくのは私も同じ。究極マテリアンとこまで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。スカーレット様、このままでは開発エリアに侵入されてしまいます。しばらく泳がせて奴らの目的を探りなさい。は
さっきの見たでしょ。こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしても動きに隙がなかった。ウータイの神秘まだ起こさなきゃ。面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。後で報告お願いね。はっ。開発エリアのメインシステムをダウン。機密情報へのアクセスを制限しつつ、復帰経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。はっ。バテリアどこだ。どっち。先輩、落ち着こう。あ、そうだ、豆。ダチョウ豆ある？あるけど、うん、噛める？当たり前だよ。はん、嬉しいよ、ゾノ。わかる。私たち、東京の仲間だ。ああ、心強い。あ、あれ使えるかも。よし、行こう。下にあった装置より大掛かりだな。ってことは、これが究極マテリア？奴らの目的は分かった？
は行動に一貫性が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあ、今通信をつないでちょうだい。はっ。ご機嫌いかがかしら？この程度で驚いてもらえて光栄だわ。ねえ、せっかくここまで来たんだもん。もう少し私と遊んでいくわ。ホログラムなんかよりも面白いものを見せてあげる。何が目的だ？ヨード、そんなに怖い顔しないで。そうね、あなたたちの探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ待ってるわね。先輩、どうする？罠だよね、分かってるよ。でも、行くしかないでしょ。同じ意見でよかった。ここは？あれは未完成っぽいよね。そう願いたいね。お疲れ様、ウータイの忍びさん。なかなかやるじゃない。何をゆぶってんの？本当はビビってんでしょ。どうかしら。そうかも。ウータイには私たちみたいなのが大勢いるよ。想像してみ、忍びの末裔たちが大勢来るな。シュシュシュ。それは大変、対策を立てなくちゃ。無駄無駄。エチ臭いこと言わないで、チャンスをちょうだい。ゲッ。これはね、私のアイデア満載の最新の作品を。テストに付き合ってちょうだい。いい思い出にしてね。誰にも話せないと思う。なられるおかしら。周りの奴から片付け。そうしてきました。真っ赤に染めてあげる。周りにも注意しなさい。すっごい。
周りのアクチュエーターを見直して、それともしもーし、ん、さっとどうしようかな。何をしている？何してるの？データを取って仮想空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした！さっきから怒鳴ってばかり。それが宇太流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるもんか。他の仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ウータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？あら、お友達が戦ってるみたいよ。火星に来なくていいの？急ぎなさい。先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その悪い知らせなんだけど。一応聞こう。究極マテリアはまだできてないって。実際研究中。もう一個悪い知らせ、7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだよな。嘘、じいちゃんの話本当なんだ。どうする？マテリアがなくても力の力を待てー。稲妻の術。
わんさか待ち構えてるんだろうけど、戻るしかないよね。あれ、あれ、ダメ、開かない。閉じ込められたか。対象の侵入を確認。これよりズビエートの戦闘テストを開始する。ない。ディープ何？僕と兄さんの遊び。そこどいてくれない？ダメらしいね。血を聞いてみただけ。さあ楽しみましょうか。痛いです。
誰ですか。僕の邪魔をするのは。続けましょう。ロックダウン絶対ヤバいよ。闇の中に消えない。鳥の怒りは捉えに壊し、疲れのところなんですけど、急いで脱出しないと。ちょっと休憩しない？お風呂か？結構です。先輩、生き延びて
嫌だよ。そんなの。一人じゃ無理か。私の手下になる人、この指とまれ。
ねえバレット、歩くしかないのかな。おうよ。かなり遠いよねカーム。あ、だいたい1日ってところだな。あのね、私のお母さん1日って言ったらそれ朝から夜眠るまでなの。私は1日って言われたら朝から次の朝まで思い浮かべる。バレットはどっち？俺はエルミナ派だ。よかった。いいかな。クラウド、お前は朝から晩までまるっと歩くなんて何でもねえだろ。当然経験ありだ。まあな、ただし十分な休息が条件だ。特にあんたには。んなことは分かってる。ま、知らねえ道は不安だろうが、リーダーの俺にドーンと回しとけ。頼もしい。おうよ。よし、とりあえず全員止まれ。思いっきり深呼吸。やっぱりやめとけ。もっと離れねえとな。うまい空気はお預けだ。さらばミッドガルだね。